And welcome back. 今回も Don't Starve プレイしていきましょう。今回はちょいとウサギの方を多めに探していきたいんですけど、とにかく探索したいんだけど、冬なんてあんまり遠くまで行けないんですよね。それが厄介なんですよね。いつになったら冬は終わるのか、まあ待ち遠しいんですけど、今はちょっと食料をとにかく集めないといけないんで、あ、罠が壊れちゃった。まあウサギの罠の方を作ってるんですけど、全く草の方がなくなっちゃったね。あんだけ集めたのにもうなくなっちゃった。消耗する数が半端ないね。であとはそうだ、木の方もとにかく切りまくって、釣りガード出たらフリージングワンドの方で凍らせて倒しちゃいたいんですよね。まあ確か夕方じゃないと出てこないと聞いたんですけど、まあ木材はどのみち必要なんで、あっ、おーっと落ちちゃいましたね。集めときましょう。これは、まあ、攻撃する以外には何か相手紛られないのかな。うん、なんだろう、ミートバルブ、わけがわからないや。さて、ウサギの方が結構罠にまた引っかかったんで、チェストの中に入れときましょう。ストア、ストア、ストア。あと3杯いっぱいになりましたね。まあ、それよりも多めに集めて、またミートボールの方を作りたいんですよね。よっと。さて、今日一日はウサギ収穫祭でございますよ。ウサギの感謝祭とか、ウサギのパイとか、そんなのができそうだな。さて、おっと、こっちか。ウサギ、ウサギ集めろ。しかし、いつになったら冬終わるんだろうか。さっき雨とかなんか雪が降ったんだけど、うん、あとそうだな、足跡の方も追いかけていきたいですよね。まあそれは次の日にしときましょうか。そうだね、いい加減なんかまた他のことやんないと動画的に繰り返しになってしまうのって、まあいい加減新しいことやってみましょうか。あの足跡をとにかく追いかけていきたいですね。さて、ウサギがなんか5羽集まりましたね。さて、夕方になったらね、また木切ってくじ引きでもしましょうか。運が良かったらあいつが出てくる。まあくじ引きって言って、今運がいってるって、いいって言ってるんですけど、アイスマンド持ってないときは運が悪いですかね、完全に。よっと。とにかく木材集めて。そうだな。あとはもう一つチェストを作って、パニックルームの中にも、一応、チェスト作ってですね、武器とか置いときたいですね。おっと、なんか成長してるね。まだまだ成長している。あれ、肥料をあげないとまだまだ成長しないかなと思ってたんですけど、そうでもなかったですね、意外と。しかしパインコーン40個もあるな、邪魔やな。まあいいや。リファインで、ボードの方もちょいと作っておきましょう。これでよし。で、いろいろとこれで作れるんですけど、ちょっとこの棒置いときますか。サインが作れるね。で、木の壁、石の壁、豚の家、コブルストーンね。
ロッキータフルってなんだろう、忘れ置いといて。パピルス、パワープルジェム、パンフルート、ミーティ、エフィジー、ダルケミーエンジン。まあせっかくですからね、なんか新しいの作ってみたいですよね。ランタン、確か床が作れるはずなんだよな。ストラクチャーか、一番上だったかな、違うか、地の壁、ピックハウス、あったあった、ウッデンフロアリング、これでここに置けるかなと思ったら無理か。レイクレちょいと、おっとこれじゃ燃えちゃうな、ちょい、おお、この音楽は、この音楽は、ちょっと待った、ちょっと待った、そんなに下がってる、タンバお願いします、あれそんなに気狂ってるっけ、もしかして雪が降ってるから消気炉の減りが半端ないとか、うはそれは、それはないよ、おいおい、ダダ下がりだぞ、何をおっしゃるウサギさんって言いたいところだけど、ウサギさんが死んでいるんだよな、今閉めてるから。まあそんなジョーカー置いといてだな、あーやばいね、寝ようにも草がもう全部使っちゃったからな、寝れないんだよな、ああ消気度がどんどん下がっていく、どこのクトゥルフ神話だよ、まあいいや、ツールでレイク作るか、ピッチフォーク、これで確か床の方をくり抜けるんだよな、くり抜けるっても変だけど、おっと朝になりましたね、おっと蜂が出てきたね、もしかして春か、もしかして春か、おお春になった、やったなんとか生き残ることができましたね、まあ、とにかくフロアリングの方を置いときましょう、これで OK、 さて春になったのって遠くまで探索できるようになりますね、じゃあおっとトウモロコシができてますね、ハーベストクロップ、うんトウモロコシですね、調理しましょうか、ポップコーン、うーらら、ポップコーンができたんでよしとしましょう、まあじゃあこれを持ってね向こうに行こうかなと思ったんですけど、ちょいと豚の友達作りたいんで肉の方一つ持っていきましょうか、でヒートストーンの方も今はいらないんで置いときましょうかね、さてとハチさんたちも外に出るように なりましたしね、わーい春だ、春ですよ、しかし37日目か、長かったな、いつ冬来たんだっけ、なんかもう10日以上冬だったような気がすんな、まあそんなこと置いといてちょいと豚村の方に遊びに行ってみましょうか、おいでよ豚村、村を消そうとすると豚が鳴いてお願いしてきますみたいな、よっとこれでよしと、草の方も集めておいて、多分これで一応夜は過ごせるかな、向こうの方でも、さて久しぶりだなあっちの方に行くのも、一応念のためこれ装備しとくか、あの時みたいに出会った瞬間ボコボコにされるのはもう勘弁だからな、お前どこ行け、逃げてるぞ、なんかやっぱ攻撃してくるか、おいお前もうるせえこの野郎、これでよしと、ティースハウンド結構集まりましたね、
バールスキャンプ冬限定ですよね。まあ一応春の時には今は安全ということが分かりましたので、よしとしましょう。そういえば、ああいたいた、あの野郎をなんとかしたいんですけどね。豚いるかな。おい豚、また戦争してるよ。懲りないなお前ら本当。あーあーあーあああ、また豚が、これはひどい。まあいいや、ツリーキーパー、ここはもうほんと無法地帯になってんな。ちょいとここら辺パスするか。また花の方も拾っとかないとやばいな、小機能の方が。しかしなんであんなに削れたんだ、雪が降ってたからか、わかんねえな。まあ、とにかく、東の方に向かいましょうか。あそこにも蜘蛛の巣がある、2つある。行き止まり臭いね。おっと、あーこれは良くないな。夜になってきたけど蜘蛛もいるしな。ちょいとここくぐって帰るか。で帰りの途中に花があったらそれも拾っていかないと。気が狂って陰性になってしまうな。あでもそっか、髭が必要なんだよな。わざと気おかしくなってウサギの方毛刈れるんだったら飼ってみましょうか。まあでもモンスターなんか気が狂っている時に出てくるモンスター倒せば消費量は少し回復するらしいですしね。あじゃあちょっと今回はわざと減らしてみましょうか。あんま気が乗らないんですけど、ちょいと回復してしまいましたね。さて燃やして明るくしてと。ほう、What? 何これ気持ち悪い。何これ気持ち悪い。もしかしてこれのせいで気が狂ってたんか。オーマイガード。何これすっごい気持ち悪いんだけど。ああ攻撃していくと目ん玉引っ込んで、痛い、ダメージ食らった。遠くのところに植えといたのが正解でしたね。あ何これ、何あれ気持ち悪い。ちが気持ち悪いっていう、なんか息越してるんだけど、もしかしてこれ餌とか与えられるのかな。無理か。まあどうなるのかちょいと気になるのであのままにしとっか。はい、まあだんだん気が狂ってきましたね、ウルフガングも。そりゃいいんですけど、おっとなりましたね。じゃあちょっとこのレーザーを手に持ってウサギを置いとく。寝てますね。それんのかな、それないね。まあ殺すしかないですね。モンスターミートか。オーディア、じゃあモンスターミート集めますか。お手に入りましたね。神お、ナイトメアフュールの方も手に入りましたね。よしよし、じゃあこれの方を主に集めていくことにしましょう。よし、ナイトメアフュールはとある素材で必要だったんだよな。よし、じゃあ調理してと。
うん、だんだん下がっていくね。やっぱりあいつらのせいだよな。モンスターラザーニア食ってみるか。うお、消費力がすっごい下がった。体力も少し下がったような気がすんな。お、朝になった。オッケーオッケー。さてと、ウサギの方も集めてだな。ナイトメアフュールの方もとにかく集めていくか。モンスターミート、うん、ウサギの方もこれ閉めていって、ナイトメアフィール、オッケーオッケー。4つ手に入ったね。いやー、しかしこれすっごい気持ち悪いな。半端ねえな気持ち悪さが。おっと、ちょっと蜂がなんか壊れたような気がするんだけど、気のせいか。だな、マジックだったか。ナイトメアフィール4つ、ワンマンバンド、ナイトアーマー、結構いろいろと作れるね。ファイアスタッフ、ナイトメアフィール、今のうちにじゃあたくさんウサギの方飼ってナイトメアフィールとか集めておきましょうか。まあヒゲの方も必要なんでね。じゃあまあエタはいらないんでこれ置いとくか。さて、そういやポップコーンの方もあるんだな、食料の方は。オッケー、ナイトメアフュール手に入りましたね。ヒゲも欲しいんだよな、ヒゲが。そうすればミートエフィンチーだっけが手に入って、なんだ、ミートエフィンチーが手に作れて、そこから復活できるようになるんですよね。しかしこれはもう良くないよな。よっと、ナイトメアフュールが結構手に入りましたね。しかしヒゲは結構レアなのかな。まあいいんですけど、おっとマナーが壊れちゃいましたね。まあこれでよしと。あとは花の方をちょいと集めに行きますか。あ、そうだ、その前にちょっとポップコーン食っておくかな。まあ大体欲しいもの集まったから、ヒゲはなちょいとたくさん集めないといけないんで諦めておきましょう。シルクが必要だったっけな。虫網が欲しいんですよね。で虫網を作るのには、サバイバルかな。じゃあツールファイト、どれだったっけ。リファインじゃないよな。あったあったあった、ロープが必要か。ロープは多分作れるよね。でちょいと捕まえたいのがいるので、捕まえに行くんですけど、それは蝶々ですね。あったあった、バグネット、これでよし。ちょいと夜の方来てしまったんですけど、やばいな今日はもう無理か。なんか無理のような気がしてきたな。まあいいや、やっぱ今日は無理だな。まあこいつらと戦うことになったら戦っちゃいましょう。しかしだんだん気が狂っていくな。やっぱこれ絶対こいつらのせいだよな。やばいじゃんこれ、絶対絶命でござる。でここのベリーブッシュが一つあれだから、オッケー、ファータライズで
まあ、使っちゃいましょう。さて、一応奴らが来ても大丈夫なように武器や装備してと。だんだんなんかやばいことになってきたな。おお、43。おっと、一応ストローロールあるのか。一応寝れるね。ちょっと寝ちゃうか。いやでもこのまま消え下がっていくの、いくとなんか起こる、戦ってみたいのもあるんだよな。どうするか、待つか。そういえばなんかモンスターミートも入れたんだよな。 OK、 この中に入れときますか。何ができるかな。38に下がりましたね。どんどんウルフガングも産地が下がって強靭になっていきますね。メガテンになるところが可愛いな少し。お、ミートボールできましたね。一応あそこの中に、おっと、入れておきましょう。ライトニングロッドがあって助かった。あれがなかったら即死やったな。即死じゃないけど、いろいろと思えて残念なことになってたな。さて、どんどん気がさ狂っていく。32、今夜で30切っちゃうな。恐ろしいぞ。一応体力100あるからいいけど。影もこっちを覗いてるね。おっと、30切りました。おっと、モンスター攻撃できるようになりましたね。964か、1回のダメージで痛いな。おっと、ナイトメアフィール手に入りましたね。お、これで40に上がりましたね。 OK、 一応あいつらも攻撃できるっちゃできるみたいですね。ま、寝る。よし、消費量が少し回復しましたね。 OK、 じゃあ今日は39なので、ここら辺で今回は終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。